みなさん、こんにちは、リカです。はい、今回ですね、昨日の話した通り、今日は日本語の勉強です。イエーイ。そうですね、普通は最初はカタカナとひらがなを勉強しますね。でも今回は違う。私は今回違う字を話したいと思います。最初はこちら。何が違うの？そう、こっちは A のひらがな、こっちは O のひらがな。これはよく違うよね、新しいの。そして次、こっちとこっち、何が違うの？ちょっと似てるでしょ。そう、こっちはひらがな、こっちはカタカナ。二人はかと読みますよ。何が違う？知ってる？知ってたらコメントしますね。次、次はこちら。何が違うの？そう、ここはひらがなのさ、ここはひらがなの字。こっちもなんかよく違うよね。次、この二人はどうかな？あんまり間違いないですが、まあ大体違うよ。こっちは「は」のひらがな、そしてこっちは「ほ」のひらがな。次は、そう、何が違うの？そう、こっちは「ぬ」、こっちは「め」。この二人はひらがなですよ。でも「ぬ」はなんか尻尾がある、目は尻尾がない。次はこっち、三あります。何が違うの？そう、これはひらがなのね、れ、わ。ちょっと同じでしょ、前に。でも後ろは違うよ。ほら見て、ねは尻尾がある、れは上に行きます。わは中に行きます。そして次、こっち。そうですね、こっちはひらがな、そしてこっちはカタカナ。何が違うの？同じ見えるでしょ。そう、同じ見えますが、さっきの言った通り、こっちはひらがな、こっちはカタカナ。この二つは同じリと読みます。でもこの二つの字は書くことがよく違うよ。次はじゃん、多いですね。全部これはカタカナですよ。何が違うの？そうなんかね、上から下まで、上から下まで、下から上まで、下から上、そういうことですよ。これはつし、こっちはそえん、そしてこれはの。そして次はスペシャルのよ。こっちとこっち、何が違うの？違うはただカタカナとひらがな。リ、さっきちょっと違うね。リのカタカナはちょっと強い、リのひらがなはちょっとソフトかな、という書くこと。でもヘイはカタカナとひらがなは同じですよ。同じ強い、
形。そして最後、こっち。何が違うの？これはへと同じですか？うん。これはね、日本でも私はよく間違えました。なんで？この二人は G の形が同じでしょ？でも、どっちかな？同じかな？ロのカタカナと口の漢字です。なんかね、お菓子とか食べ物とか何でも開け口と書いてありますが、開けろと読みますよ。はい、皆さんいかがでしょうか？みんなは知ってる違う漢字がある？あったらコメントに書きますね。待ってますよ。チャンネル登録をしてください。そして私の他のビデオを待っててください。皆さん、またねー。